ジッピーの皆さん、そして宇津木舞香さん、おはようございます。高橋優です。宇津木さん、どうもご無沙汰しております。さて、今日のデリボードトップ3では、僕高橋優が選ぶ今年変わったことランキングというのをご紹介させていただきたいと思います。1年通してね、前まではこういうことは苦手だったけど好きになったとか、こういうことが自分の中で心境変化あったんだよということをですね、ちょっと紹介させていただきたいんですけども、まず、今年変わったことランキング3位はですね、豚骨ラーメンが好きになった。今回全国ツアーね、今年は2回もやらせてもらったんですけれども、その2回目の方を10月から12月まで回らせてもらったツアーでですね、割とこう西の方に滞在することが多かったんですけれども、まあ西の方に来るとね、熊本ラーメン、博多ラーメン、どっちも豚骨ですね。で、豚骨ラーメンってのがどうもね、僕はあんまり好きじゃなかったんです、正直今までは。なんだけれども、今回のツアーで、ね、しこたま豚骨ラーメンをいただいたことによって、なんかこう焦がしニンニクがまぶしてあったりとか、豚骨本来の味の深みみたいなものの良さみたいなものがですね、ようやく好きになってきたと。これ29年生きてきて、初めてのことだったのでですね、これまず3位に挙げられるんじゃないかと。そして今年変わったことランキング第2位はですね、泳ぐようになった。これは僕、夏に、今年の夏にロンドンオリンピックにですね、友人の入江陵介君の泳ぎを生で見に行ってきたんですよ。応援しにね、行ってきたんですけれども、まあそのロンドンオリンピックで感動をもらって、ね、入江陵介君がメダルを取った瞬間を生で見て、まあこれはこの感動はもうどうにか形にしなくちゃ気が済まないと、僕もなりまして、日本に帰ってきてからですね、自分も泳ごうと。なんかそういうことになりましてですね、もう泳ぐのなんて小学校の時のプール授業以来だったんですけれども、今となってはもう毎日のように泳ぐようになりました。これもまた今年変化したことだなということで2位に挙げさせていただきました。そして、僕高橋優が選ぶ今年変わったことランキング栄えある第1位は Number 1、引っ越したということでございます。まあ、ツアーの中でもね、お話しさせてもらったことだったんですけれども、引っ越す前はですね、もう僕がちょっとでも歌おうものなら苦情が入ると、そういった部屋だったんですよ。もうなんか僕なんか歌ってなくても歌声が聞こえたら、いや、あの部屋のやつが歌ってんだということで濡れ衣でね、苦情ももらったぐらい。とにかく前住んでたところは歌に関する苦情がものすごく僕に来てたんですよ。あれはもうストレスでしたし、曲書くのもなかなか思うようにいかないと、そういう状態だったんですけれども、そこから勇気を出してすぐにこう引っ越すことを決意してね、で今年の、まあ、夏、それぐらいにですね、引っ越したんですけれども、今住んでいるところはですね、もう曲書くことにすごく適している部屋で、そうそう苦情も入りませんし、お風呂も広くて半身浴するのもすごくちょうどいいと、非常に快適なプライベートを過ごせるようになりました。でね、この引っ越して曲を書けるようになって、自分の時間もたくさんもらって、どん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 と曲を書いてい、った結果、今週水曜にリリースさせていただきました僕らの平成ロックンロール2というものが完成いたしました。まあ、引っ越したということもあって、まあ、自分の時間をたくさんもらえたことで改めて自分を見直せた、自分の原点みたいなものに立ち返れた。それで、人に聞いてもらえるかどうか、どういうふうに届くのか、そういったことを考える前に、とにかくまず曲を書くことが楽しいと。で、自分の思いっていうのを形にするのがすごく嬉しい、そういうなんかもう一番最初の衝動的な思いを思い出しながら、作らせてもらった曲7曲を今回この CD の中に収録させていただくことができました。ぜひともですね、このCD を今皆さんに聞いていただけたら嬉しいなと思います。何卒よろしくお願いします。それではお別れに、僕高橋優で夜明けを待っているという曲を皆さんに聞いていただきたいと思います。今日もジッピーの皆さんにとっていい日になりますように。以上、高橋優でした。世界中の